はい、四国ツーリング第5話、今回は、前夜にね、岩渕大社さんの襲撃を受けて、まあ、差し入れいただきました。ありがとうございました。で、翌朝、愛知県のね、伊良湖から伊勢湾フェリーで三重県の鳥羽に、ちょっと渡ります。まあ、鳥羽に渡ってね、もちろん走るのは伊勢志摩スカイラインです。今回もね、特にこれといって見どころはなくね、伊勢志摩スカイラインを走るだけですが、よければご覧ください。危ない危ない。はい、どうぞ。ね。7時40分なんないと来ないみたい。で、バイクどこ止めときゃいいんだかよくわからん。まあ待つか。バイクで初フェリーだ。伊勢に着きました。おう、まあ、とりあえず行き先設定をしましょうとですね。おう、気をつけて。いいね、やっぱ外人さんが乗ると。はい、プロテクター装着 OK ということで、まずガソリンを入れに行くんだけど、右行くとね反対側になっちゃって、なんか中央分離帯があるから入れづらいみたいなんで、一回左行きます。あ、ダイソーもある。まだやってねえような行動、まあ、まだ行った先であるだろう。さあ、ガソリン満タン。さあ、伊勢志摩スカイライン走ってから、南下しますよっと。目指すは和歌山のね、さんま寿司。レッツゴー。船の中で広角にしといてスーパービューに戻すの忘れてた。さあ、スーパービューに戻しましたと。で、行き先でダイソーも引けたんで、ダイソーも寄れる、多分寄れる、まあ間違いないと寄れるけどね。寄らないとやっぱコードないと充電がさ、モバイルバッテリーの方を充電しなきゃなんないから、ダイソー寄って、ケーブル買わないとな、で、いくらなんでしょうか。880円か。はい、1000円。さあ、楽しんでいきましょう。船で一緒だったバイクの人たちも多分ここ走ってると思う。伊勢神宮行くのにこの道が一番近道みたいなんでね。まあでも初めての道はワクワクするね。どんな景色を見せてくれるのか。いや、気持ちいいね。でも上に山がないから、もうこれ以上は上がってかないのかな。そうするとこの木だらけで
あんまり展望は良くないかもね。まあ紅葉の時期に来るのがいいのかな。お、いいね、こう下ってこういく感じ好きだな。うん、いいね。ちょっと展望が良くなったね。ああいいね。うん、あでも5キロ、山頂まで5キロあるんだ。あっちの山か。おお。いいじゃん。ちょっと写真撮ろうか。おっと、いいさ。いいね。おお。ほっ。いい道だね。やっぱ高いところはいいね。バカ私。バカと煙は高いところがお好きってね。いいね。おお。いいですね。いやーここもすごい景色だ。すっきり晴れてればもっといいんだけどな。あんまり写真ばっか撮ってると進めなくなるから行きましょう。すげえ、いいね、最高だね。あとは天気。あれまた天気悪いパターンかい。まあ今日ね、四国雨予報なんで、ね、わざわざ、下道でもないか、沼津まで高速だったし、うん、まあゆっくりとね、天気のいい明日から四国に上陸したいというところでね、のんびりと和歌山、まあまだ三重か、三重和歌山を楽しみたいと思いますよ。うんうん、山頂展望台、スルー。あ、少し紅葉してら。でもそこか、スルーじゃなくてすぐそこだ、入り口がここでした。うん、山頂はこっちね。電車この無駄、あれ誰もいないじゃん、あのバイクたちも。なんだ。よいしょ。ちょっとベッドかぶったまま行ってみようかな。